special.急に事務所集合って、重大な話ですか？本当ですか？ D4 ステージといえば、事務所の先輩も多く出演する大イベント。レジェンドの先輩がたくさん出るんだよね。もしかして、僕たちもレジェンドになっちゃうかも？えへへ、やったね！地図、気が早いよ。でも、伝説になれるくらいいいライブができたらいいですよね。うわぁ、俺超ドキドキしてきちゃった。大事なこと。一体、どんな話ですか？なんで俺たちがディアドリームと7人でライブに参加しなきゃなんねんだよ。今からでも別々に出られるようになんねえのかよ。こらこら言うと、スタッフさんを困らしちゃいけないだろう。俺たちだけでもやれんだろ。僕だって気持ちは同じだ。しかし、決まった以上は与えられた環境でやり遂げる。それがプロフェッショナルだろ。違うか？理解してくれて嬉しいよ。はあ、ディアドリームと黒船で7人ユニットか。考えもしなかったぜ。うんうん、僕たちも即位する日が来ちゃった感じだね。楽しみ。みんな頑張ろうね。こういう時、千鶴のポジティブさが羨ましくなるわ。これからの合同練習でちゃんとまとまるといいけど。あ、黒船の2人だ。今日からよろしくね。あ、よろしく頼む。ねえねえ、ディアドリームと黒船だし、やっぱディアクロかな。黒ドリーム？にゃはー、なんかかっこいいね。いいね、ユニット名があると引き締まるかも。あー、黒石くん、これはふざけてるわけじゃないんですよ。え、ああ、すみません。ついはしゃぎすぎてしまいました。ユニット名は置いておいて、7人でライブをするのは決定事項だ。決まったからには全力を尽くそう。もちろん、僕たちもそのつもりだ。フォーメーションとか考える？7人だとどんな感じがいいかな。センターはどう考えても僕だろう。ダントツで美しいからな。どういう判断基準だよ。もちっと曲とか構成も考えて。そんな話し合い必要あんのか、ゆうとくん。俺らは俺らのステージをやるだけだ。お前らも好きなようにやればいい。いや、そういうわけにもいかねえだろ。それ俺たちだって全部納得してるわけじゃないけど、特別なステージなわけだし、7人でユニット組んで。ステージは成功させる。けどユニットを組む必要はねえ。ゆうとくん！すまないね。協調性に欠けてるんだよ、ゆうとは。ゆうくんは一匹狼さんなんだね。もうすぐ D4 ステージの前夜祭ライブだっつうのに、こんな調子で大丈夫かよ。
Special。パフォーマンスはしっかりやれたと思うけど、なんか不完全燃焼って感じだよな。かなで？うん。はぁ、俺も反省点いっぱいあるけど、お前がそこまで落ち込むなんてすげえ珍しいな。うん。さっきスタッフさんが話してるの聞いちゃったんだ。スペシャルユニットを見たくてみんな来てるのに、お客さんたちからも不満が出てるって。プリンセスを悲しませるのは望むところじゃないな。せっかくのライブなのにみんながキラキラになれないのってしょんぼりしちゃうよね。 D4 ステージの本番は明日ですよね。それまでにできることを。個々のパフォーマンスは悪くはないんだ。問題はもっと別のところに。ねえ、うわ、なんだよ急に大声出して。俺は来てくれるお客さん、みんなの笑顔が見たい。俺たちのライブを見て笑顔になってくれるのが本当に嬉しくて本当に好きなんだ。仕事で決まったからっていうのも、スペシャルイベントだからっていうのもわかるけど、それだけじゃなくて、俺たち7人が楽しいって思えるライブを届けて、それを見たみんなにも笑顔になってもらいたいよ。かなで、ユート、本当はユートもそう思ってたんじゃないのか？仕方ねえ。やるからにはとことんやる。妥協はしねえぜ。うん！俺たちも妥協はしない。全力を尽くそう。はい！頑張りましょう！うんうん、ワクドキするね！まさに前夜祭って感じ！プリンセスが喜ぶ豪華絢爛なステージのために努力は必要だからね。よし、やろうぜ。時間ねえんだからな。スペシャル。ここでは左右対称に動くんだ。黒船のダンスは二人で踊る前提の動きが多いですね。いつでも僕らが一番美しく見えるように振り付けの先生と相談してるからね。二人は仲良しさんだもんね。仲良しとは少し違うが。俺たちの曲と黒船の曲とのこのつなぎ方めちゃくちゃかっこいい。黒石くん、さすがセンスいいですね。ああ、自然に曲が移行する。しかも盛り上がりが途切れないつながり方だ。これくらいできて当然だろ。うん、いいね。ワクワクするね。さっきまでめちゃくちゃ落ち込んでたと思ったら一番元気になったな。だってすっごく楽しみだよ。俺たちのステージきっとすごくいいものになるよ。なんていうのかな、パワーみたいなの感じるよ。いつもはキラキラって感じなんだけど、今回はギラギラメラメラって感じ。うん、わかるよ。ディアドリームだけじゃ出せなくて、きっと黒船の2人だけでもなくって、7人のパワーがメラメラって。僕としてはギラギラメラメラよりも華麗に優雅に行きたいところなんだ。ギラギラメラメラ、華麗に優雅に、いろんな面がステージで出せそうですね。いつきまでテンション上がってんじゃねえか。奏に感化されたのか。そういう佐々木も楽しそうだが。おい、仲良しごっこしてる場合じゃねえ。ステージを仕上げてこそだろ。次通してやるぞ。そうですね、もう時間もあまりない。
ショー。みんな今日は楽しんでいってね。お疲れさ、あのさ、今俺すっげーいい気分。シポーンって突き抜けた感じ、こういう気持ちってなんていうのかな、達成感か。ここで満足してんのかよ、もっと上目指せるだろ。つまりユウトの言葉は、今日のステージは悪くねえんじゃねえのってところかな。適当なこと言ってんじゃねえ。みんな笑顔だったよね、すっごく楽しんでくれてた。皆さんが俺たちのライブを楽しんでくれているのとても伝わってきました。嬉しいな。手紙、三上さんからじゃん。三上さん、これはもしかするとかな。僕が代表して読み上げよう。ステージお疲れさん。最高のステージになったか。お前らなら面白い化学反応を起こしてくれるって信じてるぜ。もしかして今回の7人のユニットを企画したのって三上さんだったのかよ。やられたって感じだね。だがいい機会を与えられたな。途中見失いかけたが、俺たちは俺たちなりのステージをやり遂げた。次の D4 ステージは俺たちだけでステージを完成させてやる。俺たちだって負けないよ。次はディアドリームがソロステージを任せられるようになってみせるから。僕たちはこれまでと全く違うアイドル像を築き上げ、その道を阻むなら容赦はしないよ。その言葉、そっくりそのまま返すぜ。次は一緒じゃなく、お互い別々のステージでお客さんを最高に楽しませてやる。